どうも、IS チャンネルです。寺田駅で、同じ、アルペン特急が2度やってくるシーンを、公開したいと思います。まずは、寺田駅1番線に、宇奈月温泉発の、アルペン特急、が停車し、客扱いをします。アルペン特急、が出発します。勢いよく出発、と思いきや、本線上に停車しました。しばらく、動きません。何やら、踏切が鳴り始めました。と思ったら、さっき客扱いしたホームと、別のホームの踏切が鳴っています。つまり、この列車は、上市駅で、一旦スイッチバックをして、寺田駅で客扱い後、本線上で停止し、再びスイッチバックしてから、立山線に入線するのです。タイフォンを鳴らし、出発します。そして、寺田駅4番線に、再び進入します。停車し、客扱いをします。昭和の駅に昭和の車両、よくマッチしています。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。